東京ゲームショー2008でエレクトロニックアーツは唯一の FIFA 公認サッカーゲーム FIFA シリーズの最新作 FIFA09 ワールドクラスサッカーを出展しました。まずですね、FIFA のフランチャイズはですね、いろんなプラットフォームを作ってるんですが、プレステ3、360、PSP、Wii、DS も、PC もやってるんですね。で今回日本でですね、ご紹介していただくのが、こちら Wii と、Next Gen PS3、360です。ですね、まずは Wii なんですが、今回ですね、一番フォーカスしたのが、誰でもがですね、一緒に遊べるというサッカーゲームを作りたいということでですね、コントローラーとかをいろいろ考えたんですね。オールプレイコントロールと、アドバンスコントロールとあるんですが、オールプレイというのは、80歳のですね、おばあさんとですね、孫とですね、遊んでいただくと。そういうことが可能になるようなコントロールですね。ボタンはもう2つプレスをしていれば遊べると、そういう感じのものです。でアドバンスコントロールというのはですね、新しく、ポイントプレイということで、パスのディレクションですとかスペースとかを探してパスを出していただく、そういう感じになってます。このような形でパスを出します。でシュートはもう振るだけ。あとスキルムーブですね、もう B ボタン2回押して出します。簡単に。であと Wii ですね、注目していただきたいのが、今回ちょっと画面出てるんですが8対8ということで、ちょっと頭の大きなキャラクターで、選手を作らせていただいて、で、簡単にですね、もっとアクションを中心に遊んでいただくような、そういうものに仕上げてます。はいですね、海外なんですが、我々ですね、開発本部というのが EA カナダで、カナダのスタジオでやってまして、21カ国からスタッフが来てます。でいろんなランゲージを話してですね、開発してるんですが、やっぱり注目してるのが、欧州の方とですね、あと北米ですね。で、今も日本の方で、売らせていただいてるんですが、ヨーロッパの方では先週ですね、発売させていただいて、かなり好調な滑り出しを、いただいてます。次世代機ではついに待望の10対10オンライン対戦を実現し、さらに現実のサッカーとゲームの世界のパフォーマンスを週ごとにリンクさせてアップデートする機能、アディダスライブシーズンが搭載されています。発売は2008年11月13日を予定しています。ディグインフォーニュース。